今の10代の子供たちはまさにこの、まあ、デジタルネイティブだと思う。我々が設定したというのはそのやはりそこを意識して進めていかないとこれからいけないだろうというふうに思っていて、80代になってもデジタルで幸せになれるというようなことを言っている若宮さん、もう私、個人的にこう、よく聞くように、もう言ってこそデジタルという本を書いたんですね。で、その本はやっぱりデジタルというのは高齢者に優しいし、要するに人とのつながりというようなものにもプラスになるので、気楽にそのデジタルというものを与えばいいんだよという話です。そのアナログからデジタル、デジタルというものの便利さというものの進化を、まあ、この20年間もう見越したい、日本のデジタル化が失敗してしまった理由はこのインパクトというものをやっぱり見誤ったところがあると思います。まあ、今あの新型コロナでじゃあ先に回っているところはどこかというと、例えばアマゾンであり LINE であり、またこのネットフリックスであり、まあ、つまり90年代の後半から2000年の前半に出てきたデジタル企業というものが、まさにこういう危機対応で大きな利益を上げたりしているわけです。で、その時に考えなきゃいけないのはこの、平成という時代で日本の企業とか社会が本当にデジタルの その応用というものを理解した上で政策を進めてきたか、また企業経営を進めてきたかということを考えると、そこに本気度が足りなかったというのが今話したことがあって、で我々はその企業経営のことも考えると、そこらで腹をくくって社会基盤を作り直さなきゃいけないというふうに思っています。で、その上で自由で開かれて多様性を求める人が自分の好きなことに挑戦できる機会を作っておくというのが我々の世代の責任だと思うんですね。今の小学生とか、見てますと潜在能力は我々が小学校時代にはるかに高くて、デジタルによってさらに新しい思想実現というようなことは我々がやらなくても言わなくてもやってくるというような私は思っています。若い人たちの邪魔をしない、目をつまない、というのも非常に重要なことです。今私が考えているのはデジタルの絶対とした法則というのを紹介をさせていただきます。これはデンマーク自体ではですね2018年の夏からデジタルの原則に遅くていない法律は提出できないというような、これは法律を作りました。で、日本の場合はそこのところがまだ中途半端で、要するにデジタルのメリットというものを国全体でもう一回見直した上で、そのデジタルのメリットが出さない法律はそれを今後出さないというぐらい腹を立つべきになってます。それはさっき言ったように、若い人たち、これからデジタル社会に出てくる人たちの、やっぱり社会基盤というか、彼らのフィールドを整備するという意味で、重要ではないかなと思います。まあ、そこで、もう一つ、皆さんにお願いしておきたいのは、実は、やっぱりマイナンバーカードとしてほしいということがあります。で、今回台湾でマスクがうまく配布できたみたいな話がありました。それもやはり台湾中のマイナンバーカードがあるから、つまり日本というのは1億2000万人って国民ですけど ID がないんですね。その ID がなくて免許証コピーやそういうもので本人確認をするということが当たり前になっていて、またID がないことを悪用する人が高かった社会だから、なんとか今までやってくることができました。自分が自分であることをちゃんと証明をした上で、デジタルで、手続きやら、自分のやりたいことをやっていくためには、やはり
マイナンバーカードというものを住宅時代のパスポートに証明しなければならないと考えています。もしこのカードを全ての確認が持っていたなら、コロナ対策なんかはもっと有効にいろんな政策が打てました。まあ、これはもう間違いありません。例えばお金を給付するというようなことも、皆さんがそのカードを持っていたら慌てて商品券を切ったりする必要もないし、本人が確認できてきっちりとその人に政策的な手当ができるという答えです。カードは全部各国に行きますから、いずれは投票所に足を運んで投票するということもなくなると思います。マイナンバーカードというのは自分が自分であることを証明する、自分の意思をちゃんとそこで伝えることができる、自分の権利を守ることができるものなんだということを、ぜひ国民の皆さんに理解してもらいたいと思います。でここで話はややこしくなるんですが、マイナンバーという12桁の番号とマイナンバーカードというものは違います。12桁の番号はすでに国民の皆さん全員に取られています。税と社会保障と災害の時にしか使えないというのが12桁の番号ですから、用途が限られているので日本の ID にはなりません。 ID になるのはマイナンバーカード、その中の乗車証明書と署名の IC チップなんです。ですから自分の意思でこのカードを使えるようにアップデートしないと ID というものが使えるようにはならない。そこはもうまさに自分が自分であることを証明するためにカードを自分の力で使えるように、だから、まあ、これがデジタル社会の次の時代の基盤になれば、次の世代の皆さんはものすごく行政速度は大幅に下がるし、まあ、皆さんがやりたいことについても可能性はどんどん広がると思います。そういう理解もこれからやっぱりしてもらうときに我々の世代が頑張らなければならないかなと、このように思っています。デジタルの力というのはこれはもう本当に次の時代をその多様性のあり創設力のある時代にしていくためには絶対に必要なことだと思います。まあ、そのことは私は発見しているとに歯がゆい思いもあるんですけれども、ぜひ皆さんにも協力をしていただいて人間中心のそのデジタル社会を作っていきたい、まあ、そんなふうに思います。とりあえず私の話はここで一回失礼します。やっぱり僕も不動産業の仕事をしてるんですけど、デジタルを事業の中で推進していくっていう中で、どうしてもコストがかかってしまうのは特にセキュリティ対策の部分なんですけど、デジタルとしての商品を出す側もこういうのに気をつけなきゃいけないであるとか、使う側としてもこういうことに気をつけた方がいいんじゃないかということがもしご存知でしたら教えていただきたいなと思うんですけれども、デジタル社会に限らず世の中にはいろんなリスクがあって、自分で身を守らなければならないというのがたくさんあると思います。高速道路で車を運転するのもしたりで、そのデジタル社会においてのサイバーセキュリティ対策というのは、まあ、これはそれが前提となるので、まずは各々がやれることはやった上で国ができる部分はやっていくということですが、 100% 安全というのは今デジタル社会であろうがアナログ社会であろうが同じだと思っています。で、そのコストと見るのか、その次の時代の投資と見るのかは、まあ、それはものの考え方で、次の時代に対する投資と考えてもらわなければならないんだと思います。それほどやっぱりデジタル化のメリットというものが非常に大きいと。ですから、そのメリットがやはり大きいので、デメリットがいくつかあったとしても世の中の多くの方々は前に進めるということだと思います。で、今回
この新型コロナの問題等々を見てると、その人の移動とその情報の広がり、この2つがこの新型コロナというものをモンスターにしてしまったというところもあると思うんですよね。ですから社会がグローバル化するデジタル化が進むということによって、まさに世界を巻き込んだパンデミックみたいな状態を作り上げてしまった。じゃあこれはもう一つデジタルとグローバル化のまた新しい技術だと思います。つまりどういう形で社会を前に進めていっても、リスクというものからは逃れられないんですけれども、そこがやはり我々は知恵を集めて、力を合わせて乗り切るところに、やはり社会のヒントがあるのではないかなと思っています。で、コストの問題が当然あるんですけれども、そのコストを上回るメリットのコストを使ったのを、そんなふうに思っています。自分実は先生に質問が結構いっぱいありまして、まずは一つなんですけど、はい、実は私は PTA の役員をやってるんですね。はい、で今小学校とか中学校にギガスクール構想って言って、はい、そうですね、今年度の補正予算でまずは、高速の回線を整備しようと、でこれから各一人一人に端末をっていうのがさ、多分計画がされていると思うんですね。で、先生が先ほど言った通り、今の子供たちは本当にデジタルネイチャー、生まれた時にもうデジタルがもう身の回りにあるので、子供たちの本当に理解力っていうか適応力がものすごく早いんですね。で、これからのその子供たち、まあ、その学校のギガスクール構想っていうのが、いまいち何をこう政府としては目的にしているのかなっていうのが、実は PTA の役員がありながら、分かってない部分が実はあって、そこをちょっと具体的に教えていただけないかなと思います。はい、目的はやはり、若い人たちの潜在能力を改善するために、デジタル環境を整備するということだと思います。で、OECD の普及の中で、その学校現場のデジタル化という意味で言うと、日本は最下位だ。一番遅れてるというのが日本です。で、そういう意味で、遅かったんですけれども、今回は思い切って、まずはインフラから整えていこうということになりました。おそらく多くの子どもたちは、家で自分のデジタル機器なんか持ってたりする方もいると思うんですね。ただ、準教育過程なので、皆さん一律にそういうものが使える環境をまず揃えた上で、それから先は自宅で同じような勉強ができるようにすること、また自分のデバイス、その UIOD をできるように整えていくこと、そして自分の勉強をしてきた今までのいろいろな知識や流れを自分のレコードとして、ずっと保管をできるようにできる。データをそこにちゃんと、整えることができる。また、教える側から言うと、この生徒に合った教え方や、その生徒に向いた、いろんな指導方法というようなものを、これは当然できるようになっていきます。そういう意味で、教育の内容と質を、上げていくと、対応を変えて人を上げていくというようなことと、それぞれの生徒の個性を伸ばしていくという意味で、このインフラを整えていくということですが、まあ、今回ちゃんとやっていればですね、コロナ対策で授業の遅れみたいなものは、なくすことができたと思います。学習ゲーセーターみたいなものは、まあ、ちゃうわけですから、そういうことに備えてですね、そういうデジタルによって、どこでも自分の勉強が進められるというような環境を、というのは、まあ、必要なことだと思います。ただ、急に予算がついたので、それぞれの自治体や教育委員会や先生方も、困るなところがあるとは思いますが、まあ、そういう意味で、将来のあるべき姿を、非常に見ながら、
子どもたちの感じで我々が強くしていきたいと、そんなふうに思っています。マイナンバーカードなんですけど、のテーマなんですけど、はいはい、今ちなみにこの4人の中でマイナンバーカード持ってる？持ってる？持ってない。実はあの多分確率的には高い方、5割いるので確率的には高い方だと思うんですけど、マイナンバー、はいはい、マイナンバー、先ほど言ったマイナンバーとマイナンバーカードが違うっていう話がありますよね。まあ、多分理解してるものが人は圧倒的に少ないと思うんですよ。うん、で先ほど先生が言った通り、マイナポイントか、ポイントサービスでしたっけ、マイナポイントのサービスが始まると思うんですけど、そのためにこうマイナンバーカードを国民にもっとこう普及させるためにっていうのは、こう何か政府としてなんかこう施策というかやり方っていうのは何か考えてらっしゃるのかなっていうのが実はあるんですけど、こういうカードを作っている国は、エストニアとかインドとか中国もそうなんですが、そういう IT がいろいろあります。で、やっぱりそういう国はやっぱり非常に、行政もそのいろんなものを届けることができるし、民間のサービスと接続して非常にあの利便性の高い社会を作るということができるようになります。ただ日本の場合はそのいろんな誤解からスタートしてて、昭和40年代の国民公社番号制と、国民に番号を振るのかみたいな議論がまだ一部の方々に残っているということも大きいで、ここはデジタル社会に変わるので、そのマインドセットを国民全体が変えるべき最近ですけれども、まあ、過去のこういう後ろ向きな議論もあって、ちょっともうマイナンバーカードの措置を義務付くというようなものではなくて、あくまでも国民の皆さんの自発的な申請によってカードを届けるということになるんですが、ここであの考えなきゃいけないのは、これから先の社会はカードを持っている人と持っていない人ではいろんな差がついてきます。例えばこの間お話があったマイナポイントなんかは、カードを持っている人にしかそのポイントが出てこないということですし、カードによっていろんな手続きをやった場合に、今までのアナログの手続きよりもやって早いというようなことに当然なっていく。まあ、その意味でメリットを大きくよって国民に理解をしてもらうということで、現状では国民に対してのカードの義務付けということは考えていません。まあ、ここは耳の切り込みではあると思うんですけれども、今国民の皆さんに理解をしてもらうための努力をする以外にないなと思っています。はい、ありがとうございます。自分もマイナンバーカードすぐ取りたいと思います。すぐ作ってくださいね。そうですね。とりあえずそのマイナポイントの5000ポイントはゲットしてください。まだまだ、はい、あの先生に質問したいこといっぱいあるんですけれども、はい、もういいお時間となってしまいまして、はい、一旦ここで残念ながらちょっと締めさせていただきたいと思うんですけども、今日本当にありがとうございました。はい、すごく我々勉強になりまして、本当結構ですね、マイナンバーカードとマイナンバーがちょっと違うっていうのもちょっと分からなかったものですから、はい、まあ、5000ポイントマイナポイントをちょっとゲットしに私もカードを作らせていただきつつ、はいはい、今日伺ったお話なんかをですね、我々も理解したところで、まず身近なところで身近な人間にこう伝えていって、これがちょっとこうやって広まっていってみんなが意識が変わっていくようなことが今回の、お話をきっかけにできたらと思いますので、またいろいろと機会ありましたら、はい、ぜひ教えていただければ幸いでございます。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、私から最後の意味で皆さんにちょっとお願いがあるんですけれども、いいですか？はい。今回これ素晴らしい企画だと思いますし、ネットでこれだけいろんな話ができるというのはいいことだと思うんですが、今やっぱりコロナの問題で、全体がやっぱり不安に陥っているし、
まあ、あの皆さんの中にも飲食業をやられている方もいらっしゃると聞いてますが、今、まあ、非常事態だと思います。で、この非常事態はこれから国の政策やいろんな形で我々脱すべき全力を尽くし、必ずいつかまた正常に戻ると思うんですが、正常に戻るときにはこの、まあ、いわば途上経済から逆転反転できるような力をさらに大きくする必要があると思うんですね。ですから今はいろいろな新しい企画を進めづらい、人が集まるような集会を作りづらいと思うんですが、いつかこの近未来必ず新しくスタートする、リスタートする時が必ず来るので、この企画を今進めてもらいたいなと。で、私は今あのそのライブハウスの皆さんが大変困っているというような状況も含めて、今の困っている現状に対する政策というのもありますが、正常に戻った時にブーストできるような政策を一気に今仕込もうということで動いていて、おそらく皆さんの世代がこのウイルスをやっつけて乗り越えて新しく何かに取り組むと。という時の動きを大きくしてもらうということが非常に重要で、また我々の国もそこを支援しようと考えています。ですから、今の現状の危機を必ず出して、その後今まで必要な力を得て前に進むように、皆さんにまた前向きないろんな取り組みをやってもらいたいというのが私の最後のお願いです。まあ、こんなことで、コロナに負けずに頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。